はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のどこだ幻の棚田についてですね。今回は珍しくゆういちろうお兄さんとやころの登場ですね。ファミリーコンサートの特別版となるんでしょうかね。やころはとてもいい声をしているので、ゆういちろうお兄さんに匹敵する声で、なかなかこのコンビも良かったですよね。はい、今日はお母さんと一緒のどこだ幻の棚田についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。